え、こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。え、大学でですね、まあリモート授業が始まりまして、まあステさんからの質問があって、まあとにかくこうジャズ初めてやっていくのに、こうセッション、まあアンサンブルの授業でですね、 えー、まアンサンブルもリモートでやってて面白いんですけど、それもあの、やってるときに、まずどんな曲をやっていったらいいか、曲を何からやっていったからさっぱり分からないということで、まあ僕もそういう悩みがあったので、えー、このお話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、ジャムセッションでよくやる曲ですね。えー、まず何から覚えていいか分かんないというか、僕もそうでしたね。えー、こう、 教える側もですね、曲数が何百ってあるんで、何から覚えたらいいか、まあとりあえず枯葉ぐらいかなってなると、2番目、3番目がわかんない状況になるんですねで。どうすればいいかというとですね、まあとりあえずブルースは覚えておくと初心者はいいんじゃないかなと思います。そうすると数曲、こう芋づる式に覚えていけるので、それはすごくいいと思いますね。 で、まぁ、あ、循環も覚えておくと非常に良いと思うんですが、循環はちょっとね、コードが一小節に二拍ずつ動くし、テンポ早くやることが多いんで、これは初心者にはあまり向かないですが、えー、まあ意外ともう演奏はできるっていう方でしたら、まあ、循環も覚えておくといいですよね。で、初心者が集まるとよく演奏する曲、これはもうね、異論がいっぱいあると思うんで、これ、あの、非常にこう、 違うよっていうコメントとかいただけると思うんですけど、建設的なメールだと非常に嬉しいですね。例えばこういう曲もそうなんじゃないみたいなね。この辺もいいよとかなんか書いていただけるとですね、僕も勉強になるし、よりいいリストが出てきていくんじゃないかなと思います。で、難しいけどよく演奏する曲っていうのを説明していきたいと思います。まあ、黒本の解析リストっていうのを僕作ったので、それを、まあ、あの、メルマガの方にはダウンロードできるようにするんですが、どういうものかっていうのを説明していきますね。 はい。まず何から覚えていくかわかんない。もうそうでしょうとも。えー、みんなそれで悩まされます。僕も,もう全然悩まされました、えー。何から覚えたらいいですかって教えてくれないし、昔ね、言う、こうあの、チックコリアのフレンズってアルバムがあって、そのフレンズって曲をやったんですけど、僕そのアルバム知らなくて、でも、すごいこう、こんな曲も知らないのってすごく言われたんですけど、まあセッションではまあほとんどやらない曲なんですけど、 地域によって全然違うんですね。曲、をやる曲とかやらない曲。まあ、例えば枯れ葉をやらない地域ではないと思うんで、まあその辺は、えー、こう、その辺ちょっとピックアップしてみたんですけど、他にもあったらぜひ教えていただきたいですね。まあセッションに行った時に、えー、何をやったかを記録しておくというのがすごい大事ですね。今の曲何ですかとか。 隣の人とこうお話しして、そうするとその人と仲良くなってその人とセッションする可能性とか、練習一緒にしましょうとかなったりしますからね。そういう交流がすごく大事ですね。あの主催者の人に聞いてもいいと思うし、えー、たまたまこう上手いなと思った人のところにツッツツって言ってです。この曲なんですかとか、えー、普段どういうところでやってるんですかみたいなね。すごい、それ大事ですよねで。ついでにどの CD の曲が定番なのかも聞きとくといいですよね。この CD だと、まあこの、えー、この曲だったら、まあとりあえず、 このアルバムの音をこのバージョンとこのバージョンを聞いとくといいよみたいな。そうするとこう引用とかが分かってくるので、まあだんだん面白くなってくるんではないかなと思います。昔はですね、これでセッションやって、セッションに行くごとに10枚ぐらいアルバム買ってましたからね。ものすごいお金がいつもなかったですよね。本当に。10枚って2万5千円ですからね。もうセッションに行くごとに、セッションのお金も払って、たもう3万4万使ってた気がしますけどね。 えー、今なんかもう帰って YouTube で調べたらずらーって出てきますからね。ピンリーな世の中になりましたよね。でもそうなってくると逆にね、聞かないんですよね。学生さんなんかもそうですけどね。デューク・エリントンは知ってるんですよ。名前は知ってるんですよね。デューク・エリントンって何した人って言ったら楽器も知らないし、えー、名前は知ってるんだけど、代表曲も知らない。でもデューク・エリントンっていうのは覚えたっていうの。こう、あんま意味がないじゃないみたいな。でもデューク・エリントンってこういう人でこういう人で、 こういうエイトレンとかサテンドルとかあるよって話をするとですね、次の週に YouTube で聞いたって言ったら、あ、聞いてないです。もう平気なんですね。僕らなんかもうアルバム買いに行ってもう何十回も聞いた状態になってたんですけど、物がない方が人は頑張るんですよね。きっとね。満たされてると逆に頑張らなくなっちゃうんでしょうけど。もうあのー、そこも便利なんですから、ぜひ使っていただきたいなと思います。 黒本、おさむこいさんってね、ベースのおさむこいさん、EQ のベースの方ですけど、僕もね、えー、何度かご一緒してますけど、えっと、黒本の1が、もうとにかくこう、選曲にはものすごく気を使ったって言ってましたね。よくんもうこう。で、コード進行もメロディーの書き方ももう異論がいっぱいあるんで、どうやって書いても絶対文句出てきちゃうからどうしようかなみたいなことを考えて作ったって、すごい苦労されて作った、ある、もう一つなんですね。1のやつはやっぱかなり使えますね。で、2は、やっぱりあの、 自分の趣味でだいぶ曲入れたって、パッと目線の曲が多いですブライドサイズライフとか入ってるし、二の一曲目とかアクチュアルプルーフですからね。めちゃくちゃ難しい曲が入ってますが、まあ、あんま趣味で入れたって言ってましたね。えっと、定番だけど、僕のあの、好みで入れたって言ってましたが。というわけでですね、黒本、まあ、昔は青本ってやつが多く、 非常によく使われてたんですけど、今もう黒本に変わりつつあって、どこのセッションにいても皆さんこれを必ず持ってるので、この本からやっていくのが一番いいんじゃないかなと思うんですけど、それ以外にも定番がいっぱいあって、でその定番っていうのはもう本当に人によって違うんで、頑張ってやっていきましょうね。はい。本に書き込んでいけばいいですね。今日何月何日にこれやったとかね。キーチであったらこのキーでみんなよくやってたとか、アルバム名聞いたらそこの右肩に書いていくとかですね。 黒本とかも何冊ももう,こうボロボロになるまで使うみたいな、そういう形でいいと思いますね。木字に書き込むとか、本は綺麗にしたい人はね、木字をコピーしておいて、木字に書き込むなんていうのもいいかもしれません。はい。それではブルースを覚えておきましょう。まずは F のブルースからですね。これも必ず F のブルースなんかやろうかってなるとですね、ここに載ってる曲はこんだけですね。で、F は赤なんで、えー、このバグズグループビリーズバンホース、オープリーバーまあまあやりますかね。Now the Time、サマーザブルース。 ーーェキンこの辺やりますね。ウォーキンはあのこの間もやりましたけど、ちょっと手前にイントロがついてて、あんまりやらないですけど、やるとかっこいいですからね、やってみてください。次にまあ B フラットということでね、ね B フラットは、えー、とこの青のブルーモンク、フレディフリーローダーこれはあんまりやらないですが、えー、かっこいい曲ですね。えー、ソニー無法中とかよくやりますね。テナーマートでスもよくやると思います。この辺は覚えておくといいと思います。 で循環っていうのはですね、えー、まあもともとは I 型リズムです、I 型リズム自体は黒本2に入ってるんですけど、その I 型リズムのコード進行、循環コードっていうのを使って、えー、それ替え歌にしてるってやつね、ーソロプロジェオレオ、パーディード、リズマニングぐらいだったと思うんですけど、こんだけが入ってますね。これキーが必ず B フラットなので、えー、こう。 ただね、C の循環っていう曲もあるんですよね。あの、ミシェル・ペトル・チャンリの、えぇ、ー、Little p e c e in ユー for You っていう曲とかね。その辺、一時期流行ったんで、えー、それ、でも C の循環って難しいですから。まぁ、あ、B フラットの方が、まあ感楽器的には B フラットが非常にやりやすいってことですね。はい。初心者が集まると演奏する曲ピックアップしてみました。カレハー、ビューティフル・ラブ、ブルーボサ、バイバー・ブラックバート、えぇ、ー、酒バラ、 デーザー・オブ・アイ・ヌドロスですね。えー、フライ・ミート・ザム。これね、さ、まあ、これはね、フライ・ミート・ザム。ガルフォルム・イパネマ。イパネマもよくやるんですけど、これ、サビがね、ちょっと難しいですよね。でも、歌の人がやるんで、まあ、アドリブがなかったりするってことですね。もう、サビ戻りだったりすると、サビのとこはソロ取らなくていいみたいなね。アイル・クローズ・マイズ、え、It could happen to you、えー、グリーンドル・フィン・ストリートですね。このオンがね、抜けてると、こう、G のとこで調べても出てこないですからね。サテンドール。 ソフトリー・アズイのモーニングサンライズですね。これソフトリーっていうやつですね。サム・デイマイプリントビルか、もしくは三秒子の日サマータイムね。でテクジェイトレイン。ゼアビル・ネバミアアナザーこれはアナザーゆとみんなが言います。でもゼアビルからシネバーミアだと出てこないですね。ユビソンナイストゥーカムホームトゥこの曲ですね。 このあたりはよくやると思うんですね。このガールフローム、これもイパネマっていうので、が愛で調べると出てこないみたいなのよくあるんで、この辺の形を覚える。これどういう形になってるか、大体ですけどね、えっ、ー、と、コードが一小節に1一個ずつ割り振られてって、まあ、キーが難しくなくて、えー、変則でない、で転調したりとかしないという形の曲が多いですね。まあ、厳密に言うとこの辺転調する気がするんですけど、まああの、 細かいことは、まあ、置いといたとしてですね。この辺の曲が、まあ、全体的にこういう感じの曲が選ばれるんじゃないかな、みたいなね。ボサノバこの辺でもできるしね。この辺だ、これぐらいの曲を覚えておくと、これだけでももう十分、あの、セッションに行くと、この辺の曲一曲目やらないとよっぽどあの、上級者セッションだと思うんで、初心者が集まってと必ずやる曲ですね。難しいけどよくやる、他にもいっぱいあるんですけど、えー、ボディソルとかね、えー オーザシングスイワーこの辺転調するんですね。これキーが難しいんですね。いきなり最初 D フラットなんで。でステラバイストラバこの転調するし、コンファメーションはメロディーが難しい。まあ、あと隣とか色々あると思うんですけど、まあ、難しいけどよく演奏する曲っていうのもあります。 私なりに黒本の解析リストっていうのを作ってみたんですけど、こんなのを作ってみました。もう全部の曲名を書き出しました。自分でね、手作業で書き出しましたよ。で、ページ数書いてあって、で、音源が入ってるっていうのには1がついてあって、ブルースはここでね、循環はこれみたいな。ちょっと、ね、これ、パワーフェクトじゃないかもしれないです。僕がやってたんでね。あんで、あの、これを5段階に分けて、 えっと、ライブやった時のミュージシャン5人ぐらいでですね、これどうたまにやるとか、あまりやらないとか、ボーカルがよくやるとかね、結構やるよね、どのセッションでもよくやるよね、みたいなのに結構分けてみました。で、こういうふうに数字がずっとついてあるので、こういうね。で、えー、その中でもちょっとこれをタブをですね。だからこれブルースだけ抜き出したやつとか、えー、作ってます。これブルースだけね。で、キー全部書いてあります。えー、で、 こう、循環でしょで、セッションでよくやる曲っていうのがね、全部これ抜き出してみました。えー、全部でね、セッションで、どのセッションでもまあよくやんじゃないのみたいなやつがですね、だいたいこう79曲ピックアップしてありますね。えっ、ー、と、で、この黒ロフォンの CD、マイナスワンが EQ の下のね、えー、と大阪さんとかがみんなやってくれてるやつが20曲入ってて、結構やるもの43、ボーカルがやるもの44、たまにやるもの32、あんまりやらない10みたいな感じで、えっ、ー、と、 まあピックアップしてみました。で、人によってこれがまた考え方と違うんで、あの、絶対じゃないんですよ。これはあくまでも指標ですよ。僕なりに作ってみて、ミュージシャン僕だけじゃなくて、まあ、ベースとギターとピアノもいたかな。えー、みんなサックスもいたと思いますんで、それでみんなでこう、どうみたいな、ああ、だこうだって言いながら作ってみました。はい、というわけでですね、はい。頑張ってまず100曲覚えろって僕も言われたんで、えー、皆さんも100曲ぐらいは頑張ってやっていきたいと思いますけどね。 これあの、やっぱりこれねジャズ、ジャズに関して、まあ、ロック系に関してもですね、まあ、音楽関係ってそうなんですけど、なぜかこう、なんていうんですかね、できない人に対して、まあ、できないって最初当たり前じゃないですか。だから別に僕は怒る必要とか全然ないと思うんですけどね。あの、できたとこ褒め、で、その怒る人ってできた時に全然褒めてくれないんですよね。だからまあ、それも人間関係ですからね。な、あの、全然いいと思うんですけど、ただその、 僕はこれなんでこう愚痴を言ってるかって自分が愚痴言いたいっていうのもあるけど、あのー、本当にこれで悩む人多くて、これでジャズやめちゃう人多いんですよね。で、その、すごい厳しいっていうのはすごくいいと思うんですけど、やっぱりこう人間関係ですけど、誰に言われるかなんですね。正論、人間ってですね、これ心理学でもすごく言われるんですけどね、一番人に嫌われたかったら正論言ってノンパすればいいんですよ。うん。一番こう、正論をばーって言ってノンパすれば、その人にすごい嫌われますから。 ぜひみんなやっていただきたいですね。その人に嫌われたいんだったらね。やっぱり人間共感力なんで、ああ、できないよね、最初は、みたいな。じゃあ、こういうのとから覚えたらっていう風に言われてもらうと、あ、その人についていこうと思うんで、今の世の中がそういうのも、だいぶそういうこう、心理学的な教育論っていうのがすごくこう、発達してるので、やっぱこう、こう、思い込んだら、みたいな感じのですね、えー、鍛え方っていうのはあんまり今流行らないんじゃないかなって僕は思いますね。 なので、やっぱりこう、い,い,いきなりですね、こう、コメントとかでも名乗りもせずに、えっ、ー、と、いきなりここに僕、ね、こう、悪いところばっかりガーって上げつらう人っていっぱいいるんですよね、世の中ね。僕はもうありがたいことすごく少ないと思うんですけど、僕の、えー、本当にいい方が多くて、逆に僕の代わりに論破してくれる人もいたりとかですね、してくれますけど、でもちろん、その、ちゃんとこう、受け取ってますよ、ちゃんと悪い。 ところも僕もまだまだ伸びしろいっぱいあるから、あそういうとこ言ってもらってるんだなって思って頑張ってやるんですけど、やっぱむんでね、そのやっぱ書き方によってはね、えー、なんかすごくこう、なんか、お前なんて勝ちないみたいな書き方をね、されるとね、そういう言い方をね、本当にジャズのセッションとか言われたりするんでね、えー、僕でも言われるんで、大丈夫です。皆さん頑張りましょう。まず頑張って100曲覚えて、楽しくセッションしていきましょうね。本当にね、えー、苦労していくと思いますが、 えー、頑張ってやっていきましょうというわけで、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひ メールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした